高単価でお仕事を獲得する、これがなぜ必要なんでしょうか。先生ビジネスプロデューサーの五十嵐和也です。この動画では資料コンサルタント講師コーチといった先生と言われる方が集客に成功する、そういう発想についてお伝えをしていきます。顧客獲得を成功させるためには仕組みとして大きく3つの能力が必要です。集客力、高学力、決定力。この全体像を知りたい方はですね、別途また全体像の動画を撮影していますので、下の方にリンクを貼っていますから、その説明欄の方からそちらをご覧ください。それでは早速高学力について見ていきましょう。高学力、高単価でお仕事を獲得する、これがなぜ必要なんでしょうか。これね、単価が安い先生実は結構多いんですよ。例えば先日ね、料理教室に来られた先生がいらっしゃって、料理教室やってる先生が1時間いくらでやってるんですかって僕聞いたら、1時間2000円でやってるっておっしゃるんですよ。僕ね、それボランティアですかって言いました。これなかなかそれだったら実は続けられないんですよ。いろんな計算してもですね、これ先生業の場合は20万円を超えるようなそういう商品を一つ持たないと、これなかなかビジネスとしては継続できないんです。これは別にボロ儲けをして楽したいという話ではないんですよ。しっかりとお客様を満足させて、お客様を成果を出していただくためには、私たちは一定の時間をかけなければいけません。その時間をかけようと思えば、やはり一定の適正な金額価格というのは必要になるわけです。1000円でコンサルするとか、そういった話ではないはずですよね。そう考えたら高額化、これはどうしても必要になるんです。安くても20万円、個人向けだったら例えば30万円、50万円、もしくは70万円とか、法人向けだったら100万円、300万、500万とか、そういうような商品サービス、こういったものをしっかり作るというのが、先生ビジネスではとても重要なんですよ。で、そういうような高単価の商品を作ることによって、自分を満たすことによってお客様を満たすことができる、そういうことをしっかり考えられたらいいと思うんです。では高額化するにはどうすればいいか、いろんな発想があるんですが、分かりやすいポイントは3つです。1つはブランディング、〇〇といえば誰々さんだ、そういう発想をしっかり作ることができれば単価は上がりやすいんです。例えばブランディングというと、傘があったとしましょう。その傘、一見ビニール傘に見えたら、もしかしたら100円200円とイメージするかもしれません。ただもしもそこにですね、ハイブランド、例えばエルメスとか、そういうふうなロゴがちらっと入っていたら、おそらくですね、100円200円ではなくて数千円数万円、そういうことをイメージされるんじゃないでしょうか。そういうブランディングという発想をしっかり持たなければいけません。あと先生業の場合は分かりにくい商品です。形がありません。その形がないものをしっかり価値を感じてもらって、高額の契約に行くっていう、そういう価値を感じるプロセスっていうのが必要なんです。そのために見込み客の方に、あなたの商品サービス、この価値を体験してもらう、その体験するためのプロセス、これもしっかりと作らなければいけないんです。あとは価格以外の判断基準を教える、これもとても大事なんです。私たちは価格だけで選ばれるわけではありません。価格以外の判断基準たくさんある。その判断基準、これをしっかりと見込み客に教えるということが大事なんです。このようにブランディングの観点、そして体験してもらう、そして価格以外の判断基準を教える、この3つの考えたら何をすればいいかというと、実は多くの先生はセミナーをやるとか体験講義をやるとか、こういうようなことって実はとても大事なんです。これ実は先生業の業種によって変わるんですが、やっぱ多くの先生がやっているのが、例えばセミナー、このセミナーをしっかりやることによって、ブランディングとか価格以外の判断基準を教えるとか、あなたの商品サービスの体験、こういったことが可能になるんですよ。ぜひね、こういったセミナーっていうのを一つの発想として取り入れていただいたらいいんじゃないかと思うんです。
じゃあこのセミナーってどうやってやればいいのかなんですね。何も考えずにセミナーをやる先生結構いらっしゃるんですが、これ実はセミナーというものは大きく2種類あるというふうにご理解をください。一つが情報提供型セミナー、もう一つが顧客獲得型セミナー、この2つなんです。いい話をすればお客様がそのまま契約に至るか、これ残念ながらそうじゃないんですよ。そうではなくて行動してもらう、動いてもらう、そのためにはどういうセミナーを作らなければいけないのか、こういう発想でしっかりと顧客獲得型のセミナー、これを作るということが実はとても重要になってくるんです。ぜひ見込み客の方が最終的にあなたの商品サービスに契約したいと思ってくださる、そういうようなセミナーってどう作ればいいのか、それをぜひね、考えていただければいいんじゃないかと思うんですよ。セミナーではなくて説明会等々でも同様です。説明会、体験会、いろんな呼び方あるかもしれませんが、見込み客の方が体験をし、そしてあなたにお願いしたいと思ってくださる、そういうような仕組み、そういうものをですね、集客した後に挟んでいく。でその後にですね、具体的に高額の契約を提案するための1対1の場、そういうところにお釣りをするという、この全体の流れをね、ぜひ意識いただきたいなというふうに思います。この動画のまとめです。私たち先生業は単価を上げていく、その結果ビジネスをしっかり続けていく、こういったことがとても大事でした。お客様のためにも単価を上げる、でそのためにはどういう発想を知ればいいんでしょうか。3つのポイントがありました。1つがブランディング、2つ目が体験してもらう、3つ目が価格以外の判断基準を見込み客に教える、こういう場をしっかりと作らなければいけないという話です。そのための具体的な手段としてセミナーだとか体験会、こういったものをしっかりと作る必要があるんでした。この作るためには発想として、例えばセミナーだったら情報提供するだけではなくて、見込み客の方がしっかりと行動いただくと、そのためにどういうような内容にすればいいのか、そういったことをぜひね、考えていただければ嬉しいなという話をさせていただきましたね。このように高学力というものをしっかりと作る必要があるんですが、その前後として集客力と決定力というのがありました。この顧客獲得の仕組みとして、集客力、高学力、決定力、この全体像およびそれぞれの動画に関してはまた動画を別撮りしていますので、ご興味ある方は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらもご覧いただければ嬉しいなと思います。ここまでご覧いただいてありがとうございました。この動画の内容が役に立ったな、ためになったなという方は高評価、チャンネル登録お願いできたら嬉しいです。また僕のプロフィール、下のリンク欄に貼っていますので、その説明欄の方から僕のプロフィールもご覧ください。あとは無料でメルマガ等々もやっています。こちらも説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひ内容を活用いただいて、ご自身の先生ビジネスの発展に活用いただければ嬉しいなと思います。それではまたお会いしましょう。